お盆ですなぁ。お盆だねー。お盆ってさ、お墓参り行くじゃん。行くねー。私の家、お盆当日と、その一週間前にもお墓参り行くのね。ただ二回も行くの面倒でさ、今年一回目サボったの。そしたらそのサボった日、部屋の棚から小物が落ちたり、ただ置いてあったスマホが、急にパシャパシャ連射始めてさ、私怖いのほんとダメなんだけど、なんか恐怖は感じなかったし。多分死んだ父親が文句言いに来たんじゃないかなって。はあ、でもびっくりだね。ちょっとね、誰が嫌いな親の墓参り好き好んでいくかって話ですよ。キリタンのご家庭は複雑だからね。いや、でもそういう怪しい現象初めてあった。みんなはどう？そういう心霊チックな現象。はいはーい。うなちゃんあるの？あのね、あのね、最近すっごい多くて、テーブルに置いてた缶ジュースが勝手に動くんだよ。幽霊も喉乾くのかな？あ、その現象ならお化けじゃないよ。そうなの？缶ジュースの底ってくぼみがあるよね。よく冷えた缶を平らな机に置いておくと、くぼみの中の空気は一旦冷やされて凝縮。そのままにしておくと、次第に温度が上がって膨張するの。その力が缶を持ち上げて動かしちゃうんだよ。はえー、聖火さん物知り。ポルターガイストじゃないなら安心だね。怖い話ダメだからよかった。振ったのキリタンだぞ。お化け関連だとさ、前お便りで被災地の復興ボランティアに行った時に、現地のおばあちゃんが亡くなった猫ちゃんに呼びかけたら、猫の姿がないのにお返事する鳴き声が聞こえたってやつあったあった。そういうハートフルなお話ならいいけど、本当に怖い内容のお便りはやめてくださいね。怖いのやだからね。まったりできるお話しましょう。それでは本日もよろしくお願いします。キリタンズのロケットエンパシー。チュワチュワ東北キリタンです。チュワチュワ小春立花です。チュワチュワ音町ゆなです。チュワチュワ京町聖火です。いや、8月ですよ。なんだか怒涛の月な気がするね。オリンピックはやったるし、ニコニコ復活したし、宮崎県では大きな地震。ねえ、怖い。被害はそんなでもなかったようだけど怖いよね。今この収録してる時は、岩手県沿岸は台風が接近中。かなり広い範囲で避難指示が出てるみたい。私たちはミヤちゃんが作った地下施設で安全におしゃべりしてます。すげーな、いつの間に作ったのこれ。さすがアリア製の技術。ニコニコが再開してから投稿したラジオにさ、たくさん久しぶりとかコメントもらえてたよね。ありがたいね。ありがたい。今後ともごゆるりとよろしくお願いします。ます。ほんじゃお便り読むよ。クルーネーム夢ライラヤリュクリンさん、ありがとうございます。今年の夏祭りの天気の話です。私の地元で夏祭りが2日間あったのですが、そのどちらも雷雨と突風に見舞われました。大抵晴れるか曇るかで、たまにどちらかの日が悪天候という程度だったため、連日天候が荒れたのは初めてでした。皆さんは夏祭りと天気に関して何か思い出はありますか？私たちの住んでる地域は夏祭りっていうより秋祭りだね。9月にやるんだけど、台風が来てたり、そうでなくても大体雨降るよね。必ずってほど3日のうち2日は雨だわさ。地域の人、盆正月に帰らなくてもお祭りに帰省するって言われるほどで、そこそこの悪天候くらいなら平然とおみこし担いで回るんだよね。夏のイベントだと花火大会かな。港でやるから障害物がなくて綺麗に見えるぞ。海にも花火が映り込んで綺麗なんだよね。一回さ、本当に無風の日があって、花火の煙がずっと空に残ったまんまになっちゃってさ、花火見えなくなっちゃったんだわ。あったね。打ち上げのインターバルを普通よりも長めにとって、煙が晴れるのを待ってたんだけど、全然晴れなくてさ、しょうがないから打ち上げ再開したんだけど、カラフルに光る煙が見えただけだったよね。懐かしい。あの時残念だったよね。花火の他にはカラオケ大会があって、私たちが会場着いた時さ、若いお兄さんがゴッドノーズ歌ってたよね。鈴宮春日の劇中歌。うおー、アニソンだーってなんか嬉しくなったよね。今度私も父をもげ歌おうかな。絶対やめなさい。お次のお便りはクルーネームチュールさん、ありがとうございます。皆様チュワチュワー、ニコニコ動画が復活した記念にお便りを送らせていただきます。
最初はすぐに復旧するのかと思ったら、想像以上に大事だったようで。だわね。またこうしてゾロ家が見られることを嬉しく思います。どうかこれからもまったり続けてください。ランサムウェアを受けたんだよね。コンピュータがロックされて使えなくされちゃうやつ。ロックを解除して欲しければお金をよこせってさ。データの人質だなんて時代を感じるね。この時代も大変なんだな。ニコニコはまるっと2ヶ月サービス停止して、サイトが使えるようになった今もあちらこちらの機能は復旧中。ニコニコ全体をほぼ一から作り直したそうだけど、やっぱり時間かかるんだなって。でもむしろニコニコの規模を考えたら早いのかもしれないね。私プログラミングとかからっきしだけど、きっと難しいこと急ピッチでやってくれた人がいたんだろうなって。作業量もすごかったろうね。 YouTube だなんだ言っても結局実家はニコニコだからね。居心地がいい。作業頑張ってくれたスタッフに感謝しつつ実家満喫しよう。さて続いてのお便り、クルーネームともさん、ありがとうございます。いつもゲームをする傍ら聞いております。キリタンもポケモンが好きとのことですが、お気に入りはどのポケモンですか？ちなみに私はドレディアです。とにかく可愛い。普段買うことのないぬいぐるみを買うほどに好きです。顔が可愛いし、頭の花が可愛いし、ドレスのような下半身も可愛い。翡翠ドレディアも足が長くて綺麗なんですよ。と誰にも聞いてもらえないドレディアへの愛を勝手に語らせていただきました。ポケモンの話題はたまに来るね。話しやすいし、みんなに伝わるし、いいテーマだ。さてキリタンちゃんの好きなポケモンだって？一番はラティアスですよ。もう可愛くって大好き。ポケモンって古い世代のソフトから新しい世代のソフトに捕まえた子を転送できるんだけど、サファイアで初めてゲットしたラティアスを何度もソフトをまたいで連れてきて、新作が発売されてもずっと一緒だったもんね。本当に大好きなんだね。ポケモン初めて遊んだ時はピジョットとガグトリオなんかずっと一緒に旅してたから、すんごい愛着あるし。わかるな。最初の頃の相棒がずっと好きなの。あとあんまり理解が得られないんだけど、好きなのはベトベト。なんで？可愛くない？モンハンの大名月といい、結構変わり種、ね、好きな子だな。私はエーフィー大好き。可愛いよね。絶対撫で心地いい。ミンディなんかモフモフでかっこいいよ。わかる。セイカさんの時代でもポケモン人気なの。人気人気。数もすごいことになってるよ。セイカさんの好きなポケモンは？まだこの時代には登場してないから言えない。もう気になる。多分世界中が冒険の舞台にされ尽くして宇宙とか進出してるぜ。さてどうだろうね。お次です。ピーコです。うるさい。はははは。クルーネームミフさん、ありがとうございます。チワチワお久しぶりのミフです。チワー。私はアパートの駐車場を使っていて、車を変えた時には大家さんに申請が必要なんです。利用を始めてから4年、乗り換えと増車ですでに車は5台目。この前大家に電話したら、もしかして申請？と言われ、お互いに電話越しで笑い合ってしまいました。皆様、またスカーみたいなリアクションをされたりしたことはありますか？それこそポケモンの話なんだけど、やっぱり対人戦だとみんな同じパーティー使ってて、またかーってすっごい飽きてたの。ほんで目をつけたのが低レート。トレーナーの強さを表すレートを下げていけば趣味ポケに出会えるかもって思ってさ。ほう。そうしたら案の定いろんなポケモンが使われてて楽しかったんだけど、人が少ないレート帯なもんで、対戦相手がいつも見る人になってきて、今度はポケモンじゃなくて相手に対して、いやーまた会ったなって思ってた。同じ遊び場の顔なじみだ。キリタンよくネタにしてるけど、ボイロ社祭見ててお店が臨時休業だとまたかーいってなるよね。もはや恒例行事です。私たちのこのニコニコアカウント、大喜利を投稿するたびに同じ人からフォローされて、いやまたかーいってなる。大喜利以外を投稿するとフォロー抜けて、大喜利でまたフォローするな。どうするキリタン、大喜利せかされてるよ。どうもしないけどね。その人には悪いけど、いろいろ投稿するのが私たちのスタイルだもんね。ただ大喜利でフォローしてくれた人にはちょいと申し訳ないとは思ってます。ニコレボがね、サムネが大きくなったから、いろいろあげるとなおさらニコレボ荒らしてる感が。多めに見てちょ。はい。クルーネームセルビスさん、
ありがとうございます。鹿のこの子のココシタンタン。なんだ、キリタンタン。AI 知識が必要で、連携が必要とかどうとか相談したものです。前回のお便りが、やる気を出すにはまず動けって言うけど、そもそも動くために知識と連携が必要でどうすりゃいいんだろうっていう内容でした。未だにやる気が出てません。知識そのものがレベルというか項目違いで連携が必要なんですよね。ん？それは置いといて、洗濯機が壊れてお財布が大ピンチだったり、ランサムウェアの影響でニコニコが見られなかったり、プライベートがボロボロでやっぱつれーわ。それでは鹿のこの子のココシタンタンでした。たんまたんま、一個ずつ片付けよう。知識そのものがレベルというか項目違いで連携が必要。これは多分お仕事の話で、作業工程が本来いくつかのレベルで分かれてるんだけど、最近回ってきた業務が自分が携わっていないレベルの知識とか項目違い、つまり他部署との連携が必要なのがあって、それが面倒でやる気が起きないのかなーなんて考えたんだけど、よく分かんなくてそのまま読んじゃった。セルビスさんのお便りは前回も解読が必要だったんだぜ。次回は分かりやすく書いてくれるという期待を込めて、プラス5キリポイント。だから何なのそのポイント。洗濯機壊れたって大事な家電だから買わないわけにもいかないし、やっぱり痛い出費になっちゃうんだろうね。セルビスさん近くに川とかないの？やめときなさい、衛生的にも。ちょうどうちも台風でエアコンの室外機がやられちゃって買い替えることになったんだわさ。エアコンももはや必須の家電だし、壊れちゃうと大変だね。お値段も高いからね。でもまあ一度買っちゃえば長年使えるから、その点は救いかな。ほんで鹿のこの子のココシタンタンって、お便りの最初と最後にこれ乗っけてるから何かの挨拶ネタかな。言葉のテンポはいいよね。意味はよくわかんないけど、そういう言葉ってなんかいいよね。金柑生のマソイアスさみたいな。ごめん、あんまり良くないかもしれない。はい、次読むよ。クルーネーム隣のところさん、ありがとうございます。適当につけたクルーネーム、たまに申し訳なくならない？なる。とんでもないやつらだ。これを書いている8月8日、大学は夏休みに突入。ニコニコも復活し楽しく過ごしています。いつぞやロケットエンパシーの名前の由来を話してましたよね。7回目の時だね。その時まで私はずっとロケットエンバシーだと思っておりました。エンバシーは大使館という意味で、その単語を知っていたがために疑問なく勘違い、バではなくバであることを知った時、妙に恥ずかしくなってしまいました。皆さんは長い間勘違いしてたことなどありますか？ホワイトカルちゃんのことずっとワイルドカルって思ってたし、文字で見ても未だに間違えるから諦めてる。めっちゃわかる。ああ、わかるんだ。ちっちゃい頃はさ、台風一家のこと台風の家族って思ってなかった？え、違うの。でも今さ、台風5号から8号が連続で日本に向かってきてて、本当に台風の家族みたいだよね。困る、被害出なきゃいいな。ねえ、私全国のこと全部の国のことだと思ってたり。遊戯王カードの効果なんて私勘違いしっぱなしだしね。そんなもんだよね。そんなもんだ。皆さんも何か面白い勘違いエピソードあったら教えてください。ところでこのお便りの最後、可能ならでいいので大喜利で隣の人ですをやっていただきたいですって書いてるんだけど、なんだろうね。そういうお題があるのかと思って検索したけどヒットしなかったぞ。まさに今何かしらの勘違いしてる可能性があるね。とりあえずラジオ版大喜利のコーナー、2ヶ月ぶり。イエイイエイ。いつも前回のお題に寄せられた回答の紹介から始まるこのコーナーですが、ニコニコが落ちてた影響でリスナーさんのコメントが確認できず、実に2ヶ月ぶりのコーナーとなりました。ではまず62回のおさらい。名前がラで終わる怪獣の名前は俺ら。うわ、この回答強い。お前らとかもいそう。亜種の回答で我らってのもあったよ。ラビ、オグラ、ブリドカットセーラー、すっごい活躍してる怪物声優だ。お先真っ暗は悲しすぎるでしょ。切ない生涯をたどるんだろうな。ではでは新しいお題、毎年白熱の甲子園、今まさに連日やってますね。さてシンプルに、こんな甲子園は嫌だ、お答えください。応援に来てくれた全校生徒が5人、みんなが土を持って帰りすぎて地面の一部がえぐれてる。暑さに配慮して冬季開催。
回答をなっしゃーす。エンディング。前回のラジオで私たちの動画環境がどんなのか質問されてたよ。動画環境というと、ニコニコで開いたボイロ動画をモニターに映して、音はスピーカーからです。お友達になったら楽しそうな子を探しつつ、中でもペットになってほしいような可愛らしい子に目を光らせています。トップ。答え方としては合ってるけど、多分そういうんじゃないよ。編集ソフトとかのことなんじゃない？AVI ユーティル。多分そういうこと。編集作業は無料ソフトの AVI ユーティルを使っています。ゲームの録画は長時間のプレイのうち一部分が欲しい場合は OBS スタジオ。プレイした全体の映像を使うときはアマレココを使ってるよ。あとは PS4 の録画機能だわね。任天堂スイッチとかゲームキューブとかを PC に移すにはそのための機材が必要で、それぞれ使ってます。いやー、生放送してた頃に一通り揃えてたからね。それをそのまま使ってるんだぜ。てか合ってた？動画環境について。多分 OK。 よし、じゃあ終わろう。お相手は東北キリタンと小春立花と音町ゆなと京町聖火でした。皆さんご乗車ありがとうございました。